半分に切った細長風船を膨らませます。静電気マンの型紙を真ん中の線で山折りにし切り取ります。2枚に重なったティッシュペーパーを1枚に剥がし、真ん中の折り目に合わせて半分に折ります。静電気マンの折り目の間にティッシュペーパーの折り目を合わせて挟み、型に合わせて切り取ります。切り取ったティッシュペーパーを広げます。静電気マンの足をセロハンテープで机に貼り付けます。膨らませた細長風船を衣服でこすり、静電気を起こします。静電気を起こした細長風船を静電気マンに近づけます。